っついお玉じゃくし取れた。大きいアーモンドみたいなの。やば、クリボスカみたいな。やばい、ほんま。どんこやん。どんこやった。お、魚。あー、カゴの中がすごい。おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。さあ早速行くで。レッツガサガサ。オッケー。何もう取れたん？何そのちっちゃいやつ。お、お、何やそれ。なんか魚捕まえてる。早じゃないと思う。それは早なんかな。うわ、何、うわ、ごっついおたまじゃくし取れた。見して。ほらほらほら、牛ガエルの、牛ガエルのおたまじゃくしや。入れよ。はい、ザリガニ、ちっちゃいザリガニ。ちっちゃいな、ほんま。かわいい。ザリガニとでっかいオタマジャクシと魚たち。早かな、これと。エビか。うおー、流れ込みとってもだ。流れ込みとってもだ。おった。うん、すごっ。見て、めっちゃおる。えぐいな、すごい。見て、シジミ取れた。え、シジミでそんな。ちょっとほら、ほんまや。いや、いらんわ。シジミよ、入れよの。うん、シジミは必要やで。シジミいるわ。これなんかちょっと違うんじゃん。これ一緒か。大量やな。すんごい大量。えぐい。何見つけた？大きいアーモンドみたいなのさ。何？大きいアーモンド。え、何貝や？貝貝貝貝貝。何これ？何の貝これ？でもまだ生きとやんな、年取るってことは。え、なんか金属みたいな色してへん、ここ。え、何こいつ。すげえ、リアルガイア。なんか謎の貝ゲット。なんなんやろ、この長いの。初めて見たな。初めて見た。こういう石の下ら。オープンザミート。ザリガニ、デカザリガニ、デカザリガニ捕まえた。ほら、お、いいね。え、このザリガニなんか触角長ない。長い。ザリガニはね、今ちょっと厳しいから、後でスッポンにあげます。持って帰ってスッポンあげよう。お前ら忘れたんか、基本を。うわー、やばいやばいやばい。なになになに、すごっ。見て、全部エビ。そんな取れたん？全部入れよう。一つかみだけ入れていい？あの、エビだけにしてな。でもザリガニおるやん。ん？デカザリガニ。ほんまや。ザリガニ。ザリガニはな、もう一個の入れ物やねん。ザリガニは持って帰るから。おー、ザリガニいいね。やば、水族館みたいな。やばい、ほんま。何？シジミ。え、でか。でかくない？でかシジミや。いけよ。よしよしよし。さあ。さあ。ザリガニと変な貝、小魚とオタマジャクシと、クソ大量のエビ。ここはなんかめっちゃ小魚そうやったな。うん、いや、ほんま逆に言うたら小魚しかおらんかった。ほんまでかいのちょっと求めていこうや。
じゃあ次行こう。大物。高谷くんのそれ逃がそう。このザリガニは持って帰ります。スッポにあげます。はい、自然界に返してあげてください。ありがとう。ありがとう。バイバイ。 OK 移動。よし、ガサガサしていこう。2カ所目や。お、取れた。何が？あ、ハヤちゃん。ハヤ？今日魚多いな。一匹目。おっ、この。順調。今日魚多いわ。何？こう刺すやろ？うん。置いて、ここからこう。追い込む量よ。ほら、回った。ほら。ほら。でかいし。追い込み量よ。高谷くん、真似したら？エビ。あ、こ、サイズでかいエビ。でかいエビ。お、エビ、でかっ。でかいエビ。いた。うわ、刺さった。でかい。追い込み量はいいけど。でかいエビ取りたかったのに。そうそうそう。開始数分、5分ぐらいで。うわ、ほら、入った。でかい。でかい。何こいつ。なんか痛いのないの。一番でかいやん。そこいいし。うわ、何。ザリ。お、ザリ。ザリそっちや。見えるかな。ほら。映った映った。映った。うん。ほら。なんか水族館みたいになってんな。そうやろ。綺麗やろ。下に置いて。ちょっと高いロ踏んできてや。この新しい受動性ガサガサ。よしよし。ああ。失敗に終わった。新しいスタイルかなと思ったんやけどな。自分楽できるっていう。くそ。何これ。刺さ取れた。ほら、どんこやん。どんこやった。しゃ、おお、でかっ。どんこ追加。じゃあどんこや。いいなあこいつ。あ、どんこちゃんそれ。どんこ死んでへん。え、じゃあどんこ。どんこや、どんこ。雰囲気死んでんねん。どんこ2匹目。あー、カゴの中がすごい鮮やか。なんかおった。赤原イモリ。イモリ。イモリ水族館に。綺麗ですね。こんにちは。こんにちは。なんだ、こうやって網置いてこうやって蹴り込んだら入っとく。お、魚。ハヤ以外。あ、ハヤです。ハヤか。お疲れ様でした。あ、疲れた。めっちゃ撮ったんじゃ。見てこれ。水族館。もうなんか洋さんおりすぎてわからへん。うん。やっぱピントがイケメンに合っとる。ありがとう。一回回って。痛い。なら、この大量のお魚さんたちには自然に帰っていただきます。ちなみに自分持ったやつもザリガニ入っとん知っとる。あ、ほんまや。あ、おるわ。水入れてあげてな、ちゃんと。これスッポンのやつやからな。ありがとう。ならば。しゃ
なまた見てくれよな。バイ。ありがとう。バ